就職二次試験勉強中の新井でございます今回、俺なりの診断士二次試験対策と題してですね、私のアウトプットも兼ねて、これからですね、勉強する人、してる人に向けて、何かしらお役に立てる動画を撮っていければいいなと思います、えー。初回はですね、財務会計をチョイスしました。理由はですね、事例1から3っていうのは、なかなかこう上達しづらい試験なのかなと。まあ、よく言われますけど、雲をつかむかのように言われると。 でまあ、正解がないし、現代文に近いので、なかなかその当日の問題,問題との相性とかが重要になってきたりしてしまって、えー、やればやるほど伸びるっていうものではないのかなと。まあ、それがいいところでもあるのかもしれないんですけどね。思考力をつけるっていう意味で。えー、一方ですね、この財務会計に関しては基本的に答えがあるということで、まあ、やればやるだけ点数は伸びやすい。 え、のであれば、先にこの財務会計をですね、やってしまった方が私はいいんじゃないかなと思って、並行しながらですけども、今財務会計をやってます。で、その中でですね、私が、あちょっと気づきがあったんですね。財務会計で受かる人、どういう人かと。 会計試験とか税理試験、簿記とかもありますけども、ああいったところで受かる人の傾向というか定義するとした場合にですね、なんて表現するか、ネットで検索していたところ、素晴らしい言葉に出会いまして、これを紹介させていただきます。自分がどこでミスをするかを知っている人であるということで、これを聞いたときに確かになって私は思いました。あの財務会計とか、簿、ま、記、あ、私も受けたことありますけども、 確実にですね、えー、ミスをすると思っておいた方がいいんですね。計算ミスとか、天気ミスですね。で、えー、勘違いっていうのがありますねあの。概念を勘違いしてしまって、それで、まるでドミドタウシしかのようにですね、1問目をミスったら連鎖的に、えー、2問目をミスるっていう構造になってるので、もう事故なんですよ。で、どれだけ知識があって対策してても、当日にミスをしてしまったら終わり。えー、プラス、 解けない問題っていうのはミスをするポイントがどこかあるから解けないんですよね。まあ、ミスというかですね、知らない部分があると。で、それを把握さえしていれば新しい知識を的確につけることによってその問題が解けるようになっていくと。というわけで、どれだけ自分を把握しているかとの戦いなのかなと。先ほどの事故を防ぐっていう意味でもですね、本当に事故が起きやすいと言い換えられるかもしれないです。なので、 自分がどういった箇所にミスをするのかなって把握していくことが大事だなということで私がですねミスをするポイントをこのスライドにまとめましたえなので一つずつアウトプットして皆さんと一緒に学習できればいいなと思いますえまずはですねキャッシュフロー計算における投資キャッシュフローのところですねで固定資産売却益をどう導くかという話でございますまあこれを見てああそのことねと ピンときている人はもうもしかしたらかなりレベルが高いのかもしれないです。逆にピンときてない場合はあ勉強する価値があるかもしれないです。ずらっと今ですね、貸借対照表と損益計算書の数字を抜粋しています。で結論から言うと、うんとここに投資キャッシュフローへの記載って書いてますけど、ちょっとずれちゃいました。えー、410になったんですね。 この数値から導き出されたあ答えとしては。で、えー、ここでですね、私はね、よくわからないなって思ったのが、減、えー、価償却累計額がマイナス100だったんですよ。この前年比としてね、出てたのが。で、一方で損益計算書には150って書かれていて、私の今までの勉強知識ではですね、えー、440減っているうちの えー、150が原価償却なのだから、440マイナス150して、えー、290をすると、290でいいんじゃないかなと思ってたんですね。この建物の、だから、あ150は原価償却で減ってる分なわけで、別に売却関係ないわけじゃないですか。で、さらに減ってるということは、それが売却、まあ、290。 うなので、えっと、売却したから減ったんだと290がねって、えー、思ってたんですけども、えっと、これはあこの累計額と損、えー、益計算書に書かれている差額が非常に重要で、えー、この差額がその売った資産のお毎年の減価償却額 だったとということなんですねそれを求めるのがこのボカイコールって書いてあるところなんですけどもえっとですねこれはねえー、ちょっと私の説明も下手くそなんで分かりづらいかもしれないですけども試験に出てるんで、えー、ちょっとこっから逆に試行してください皆さんあのちょっと人任せみたいになっちゃうんですけど今の説明ちょっと分かりづらいと思うんですけど、えー、ボカを求める必要があるんだっていう話なんですよ要は。 この売却益が出ててでその額が果たして投資家主婦はいくらになるのかっていう,う時に、えー、必要な情報になってくるということで僕はね、あのー、まず440からさらに先ほどの本来この固定資産がえー 毎年引いていた額を抽出して引くんですよ。えー、それが50なんですね。えー、損益計算書には150って書かれている。で、そしてその年に売っている、この固定資産を売ってるんです。売却してるんです。で、えー、累計額がマイナス100しかされてないと。本来は150されてたはずなのに、100しか今年されてない。つまり、 こいつですね、固定資産、売った固定資産は、マイナス50、毎年、減価償却費を生み出していたと考えられるので、440が減ったよと、土地、今回、建物が減少は440だよと、おなってますが、そのうちの50に関しては、減価償却されている部分だったということで、母価が出ます。390です。 あで、えっと、このお条件としてね、確かあ、土地とかの購入はないとお。建物の購入はないという条件が出てるので、これが確定できるんですね。390だったと。で、えー、特別利益が20出てるっていうところなので、えー、この母家にプラスして20。これが売却の収入ですよっていうふうに、転記されるというふうになってます。で、 ここでまた注意点が出てきてですね、特別利益っていうのは私今まで営業キャッシュフローに入れていたんですよ。そして、えー、承継後に、ね、追加してたんですよ。で、今回は、承継前にはもちろんこの投資、えっと、特別利益に関しては、マイナス20するんですけども、えー、承継後には追加しない,い,いんですね。 なぜかっていうとうこ,こ,こういう細かいところだと思うんですよね。財務会計の戦い、事例4の戦いは。なので、えー、ちょっと細かくてねあの、少し分かりづらいことかもしれないんですけど、まあ、考えるきっかけになればいいのかなと思いまして、えー、ちょっとこの部分を取り上げました。そして次ですね、えー。フリーキャッシュフローの扱い方ということで、私の単純な疑問を発見したということなんですよ。 企業価値算定とキャッシュフロー計算書上のこの FCF っていうのは違うんだっていうことが分かったんですねまず企業価値算定を見ていきますと PV イコール FCF をワックで割ってますね、まあ、この公式っていうのはまあ有名なんでまあ分かると思うんですけどこの時にですね FCF はこういった公式営業利益から税を取った部分 プラス減価償却費、マイナス運転手法の増減、マイナス投資額ってなっていて、私は思ったんですよ。えっと。なんで投資額なんだと。そういえば。だって、建物売却益とか、証券売却益含めてたじゃんと。このキャッシュフロー計算書上では FC、FCF は営業キャッシュフローと投資キャッシュフローの合計額ですよというふうに習ったんですね。で、ここには当然、 えー、建物売却損益、有価証券売却損益は含まれてたんですよ。なのになんでこの投資額だけしか考慮してないのというふうにですね、私は思ってですね、そこで分かったんです。この企業価値算定とキャッシュフロー計算書で扱われるこの SCF って横文字でこの 同じ言葉としてて使われてるんですけど、実際には中身異なるんだということです。企業価値算定の場合はですね、継続的に生み出せるキャッシュを評価するがために建物とか売却有価証券の売却益を、えー、そこに算定してしまいますと継続的なキャッシュじゃないんでね、その時その時にあの臨時的に生み出されてるキャッシュなので計算しない っていうのが分かったんです。なので、これ混乱しないでくださいっていう話ですね。私はここで、えって思ってね、また考える時間使っちゃったんですよ。でも、こうやって考えることで分かったんです。ちなみに、Yahoo 知恵袋で質問して分かりました。はい、次。定型文ですね。私が、えって思いやすい言葉です。新設備の導入により実現しない収入は機械減価となる。これね、 またこれもピンときてる人がいれば、この人はだいぶわかっている人かもしれないですね。えー、例えば、対応年数が4年、あ、すみません、対応年数が8年の工定資産があったとして、それが残り4年残ってると。で、途中で取り替え投資をして、えー、別の機会を入れるっていうことがあったときにですね、えー、その機会があればですね、生まれていた収益と、 っていうのがありますよねそれが、えー、残存価格で売却したあ収益です。その旧設備がね、旧設備が、えー、10%の残存価格があったとして、その残存価格っていうのは、本来新しい設備ですね、を導入しなければですね、その耐用年数経過後に、 売って収益になってたはずなんですよね。だけども新しい設備を導入しちゃったから、えー、これが発生しなくなっちゃったんですね。その年数終了後に。だからそれを本来発生してたものがしなくなったっていう費用として捉えるっていう、えー、考え方です。これもね出てくるんですよね。でうん。 まあ今の私の説明が非常に分かりづらい可能性あるんですけど、この言葉を自分で理解することが大事だっていう話です。はい。で、次。売却損益、除去損に関わる税調整は次年度末に発生するって言葉もたまに出てきます。で、これも、なんでって思わないですか別にその年に計上すりゃいいじゃんって思うんですけど、理由はちょっと分かんないんですけど、とにかくこういったことがあると。 今、理由調べてます。Yahoo! 中袋に今投稿して調べ中ですね。で、まだ回答が返ってきてないんですけど、なんで次年度なんて、毎、ま、回、あ、思うんですけど、えー、まあいいやと。それはそういうものだとして捉えて、これが出てきたときに、現在価値に割り引く必要が出てきちゃうんですよ。つまり、翌年度にこの損だったり、え益、ー、がですね、計上されることによって、節税効果になっちゃったり、あるいは収入になるんですね。 なので、えー、その年に発生していれば、その年のね、価値として、えー、計上すればよかったんですけど、えー、次年度末って言われちゃったんで、えー、つまり次年度に計上されちゃってるから、えー、現在価値に割り引かないと、この事例4では点数くれませんよっていうことなんです。でこういったここの文言に気をつけるっていうのがまずありますね。はい。 そして次ですね。これがですね、えー、あの、まあ、パッと見てわかる人はわかるんでしょうけど、私もまあ間違いやすいとか思いつかなくて、非常に気をつけないといけないなと思ったので、もう一回書いてるんですね。プロダクトミックスって言って、2つの製品があると。で、2つとも,も限界利益を生み出してるよねと。 ただし、この作るのに必要な作業時間っていうのが2種類あって、直接作業と機械作業っていうのがあると。で、これが、こっちの商品は2時間かかるんだけど、こっちは1時間しかかかんない。で、逆に機械作業時間に言うと、この限界利益7200円の商品は1時間で、8700円の商品は2時間必要だよと。で、この作業時間のマックスが決まってるんですね。 こういう条件の時にどういう配分をすればいいのっていうのが、えー、まあ問題の、まあ、あの本質というかですね、核になるんですけど、一番利益を出すためにどういうふうに導くか。で、これはね、あの、発想だったんですよ。うん。知ってるか知らないかって、もう解けるか解けないか決まっちゃう。なので、要警戒だなと思って書いてるんですね。でこれ見て、まあ、 もう連立方程式って書いちゃってるんでね。まあ、ピンときてるかもしれないんですけど。だから、これ数学なんですよね。あの、こういうのにやった記憶がありますよね。高校か中学ぐらいの時にね。だから、忘れちゃってるんで、逆にこういうのはね、中学生、高校生ぐらいのが解けるんかなってちょっと思ったんですけど、まあ、あ数学だと思っても解いてしまうと、えー、いうことで、この限界利益7200円の商品を A と置くと。そして8700円の商品を B と置く。 そして、ここがね、もう発想なんですよ。確かにって思ったんです。2a プラス b を3,120って置いて、a プラス 2b を2,520って置くんですね。まあ、置けますよね。だってこれ最大値なんだから。最大値を両方設定するわけです。この時の、a と b が、えー、マックス利益を生む可能性が非常に高いんですね。うん、ていうか、まあ多分そうでしょう。 あの一応ね座標軸書くとこれじゃない可能性もあるんですけど基本的にはまあもうこれだと思っていいんじゃないかなと思いましてえっとこれをまあ代入して解けばもういいだから分かんない数値が2個ある時は2つの方程式を作っちゃいすれば解けるってことなんですよねえでまあ A プラス 2B が2520なのでえまあ これを2倍して引けばいいんですよね。2a プラス 4b イコール5040にしてね。うん。これもだから、まあ、ある程度ね、これ見てる方はね、事例4解いてる人だから分かってると思うんですけど、あの、この発想できるかどうか覚えていきましょうっていうことですね。はい。で、次。これも私混乱をしててですね、こうやってアウトプットさせてもらうことによってね、 記憶が定着すすするんんでででよねなので、えー、確認したいんですデリバティブですね。えー、輸出輸入するときの為替損益の問題出るじゃないですか。で、マジで混乱してて、意味わかんねえと思ってたんですよ。だけど、単純に整理してったら、えー、ポイントがわかったんです。それは、まず輸出か輸入っていうことで考えてしまえばいいんです。ここが超重要。つかここで決まる。えー、まず輸出するときってのは、 まあ日本企業ですからね。えー、中小企業新聞社に出てくるのに、日本企業は出てきますから。日本企業だと思っちゃっていいんですよ、100%はね。輸出するってことは、決済の時にドルでもらうわけですよ。半年後決済とか多分あるんですよ、問題で。決済の時にドルでもらう。まあそうですよね。あ,あいつらに売るわけですから、海外に売るわけですから、ドルでもらうじゃないですか。日本で、えー、売るわけじゃないんで。あいつらドル持ってるからね。ドルでもらうわけですよ。だから、その時円をドルに変えなきゃいけないと。 一方で、輸入。決済の時にドルで支払うんですよ。半年後に、じゃあ、輸入しますせと。ね、やつらから買いますよと。という時に、じゃあ、半年後のやつって。で、その半年後にドルで用意しないといけないんですよ。やっぱ、日本円渡したら、めちゃめちゃうざいじゃないですか、向こうからしたら。うざいとかいう感情なのか知らないですけど、その時に、だからドルに変えなきゃいけないんで、これを思い出せばいいんですよ。 あいつらっていうね、あえてこういうね、ちょっと面白い言葉を使っているのは、そこのね、記憶するためなんですよ。奴らがいるわけですよ。海外のね、日本人じゃない奴らがいるわけですよ。そいつらに、ちょっと払わなきゃいけないんですね。ドルっていうね、違う通貨にね、変えてやんなきゃいけないからね、怒られちゃうからね。なので、輸入するときは、自分たちのそのタイミングが来たらね、ドルに変えてあげようと。で、輸出するときは、あいつら丁寧じゃないからね、ドルで、うん、渡してくるんですよ。で、それを、あの、もらうときにね、 あの、変えなきゃいけないんです。ドルでもらうからね。うん、っていうわけで、えー、こういうふうに考えれば分かると。で、あとは、用語の理解。じゃあ、その半年後の時にね、えー、ドルでもらうわけですよ。で、その時に円をドルに変えなきゃいけないなって時に、えー、ドルを売って円を買わなきゃいけないじゃないですか。だから、その時に使われるのがドルのプットオプションですね。売る権利なんで。で、逆ですよね。 輸入の時はドルで支払うから円をドルに変えますよね。だからドルを買う権利ですね。コールオプションを持っておけばいいと。で、これは権利放棄が可能っていうのも同時に覚えておくと。つまり、予想以上にですね、例えばドルがですね、下がったと。ドル安円高になったと。だから円が高いわけなので、そういった時には、あ この円をドルににえる時に有利なわけですよねだから、えー、別に仮にですね、えー、ドルを売る権利を持ってても放棄して自分たちの高くなったその円で買えばいいんですよドルをね、えー、っていうふうに思っておくとでそうそう円が,円が高くなる当たり前ですね円が高くなるって言うとドルが安くなる円が安くなるのはドルが高くなるこの,この微妙なね、あのー、本当に当たり前のこともねこうやって書いておくとねわかりやすくなると こういうふうになるので、丁寧にちょっと解いていこうということで書いてます。これをだから理解すれば、あデリバティブは解けるんじゃないかと。うん、で、このオプションに関しては、まあ、これもね、勉強してる人だったらよく出てきてますけオプションプレミアムがかかるって覚えておいたらいいんですよね。手数料かかるのがデメリットなんですよね。うん。あのー、このオプションがあるからこそ、こういった商品があるわけですからね。うん、だってね、 あのただでこんな権利渡してたらそいつ渡す側は損しかないんでね、うん、はい最後私はこれで何度も今問題解いてるんですけどミスりまくってるんですよねでミスりまくってる理由が計算機の押し間違いだったりして非常にやるせないでこんなことでねこんな勉強してるのがね結果が出ないなんて最悪なんですよ なのでこれはもう本当に重要な問題だと捉えないといけないです。えー、もうあれです。NASA のね、大事な、えー、機密情報を扱ってると思って、えー、解くんですよ。そしたら間違わないから。で、計算機ね、これ思ったのが、たどれないっていうね、ミスった時にどこで押し間違ってんのか分かんない。つまり、あの記述式でちゃんと式を書いて、 筆算してればミスったたとこが導けたんですよ私はセンター試験数学で受けたんでその時もねこれを思い出せるのがいいなと思ったんですよね筆算っていうのはだけども計算機の特有の問題としてそれが、えー、トレースできないだから診断士的に言うとトレーサビリティが悪いんですよ、うん、なのでこれは毎回毎回マジで確認しながらもう遅くていい,い,いと スピード優先ではなくて遅くていいんで確実に押してるって、えー、思ってやっ絶対押し間違いそうだなと思ったんで、これはあえてここに書くぐらい重要なことで、えー、私はですね、よくね、センター試験先ほどの数学で、なんかね、3を5ってね、読めるように書いちゃったり、0を6に読めるように書いちゃったりしてたんですよね。これでめちゃめちゃミスってて、 うわっってなってなたんですよ毎回だってそんなさ何それ自分の数字が下手くそすぎたりとか押し間違えるとかで点数下げてたら何のために今まで頑張ってきたのか分かんないですよねだからなんかすごくね、なんかこんなの当たり前だしなんかこうやって書くほどでもないって思うかもしれないですけど実は超重要って思った方がいいとこういうことでちょっと書きましたはいというわけで今回ですね私が今の時点で えこうやって書いておくべき、うん、あの重要なアウトプットっていうのはこの変化だとこういうところで、えーまあ、動画を撮らせていただきました。はい、皆さんの少しでも何かしらあきっかけになれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。